どうも、花輪でございます。久しぶりのおやつシリーズいきましょう。おやつをね、今ママ作っておりますけれども、よろしくお願いします。はい、なになになに、超声がちっちゃいんだけど。おはようございます。お願いします。わ、もうすでに始まってますけどこんにちはでしょ。こんにちは、うん、はい。今日のやつは何ですか。今日は、チキンライスドリア。チキンライスドリア、いや、いいですね。これはあの、前にも作ってくれたことあるか。うん、俺、おいしいんですよ。何回か作った。何回か作ってくれました。今はもうちょっと、どんどん下処理始まってますけども、うん、これは玉ねぎのみじん切り。うん、するよって言って、なかなか来なかったから、勝手にやってた。すみません、ちょっと LINE を見落としてまして、するよって言われて来たら、もうすでに始まって、うん、玉ねぎのみじん切り、あとこれは鶏肉、もも肉ですか。もも肉、胸肉でもいいけどね。うん、もも肉をちょっと油を外してるって感じですかね。花輪家のおやつは炭水化物、何度も言ってますけども、まあ花輪家はおやつにね、お菓子とかはそんな食べないというね、おやつもしっかり作ってもらって食べるというね、感じでございます。いいね、いい香りしてきましたね。はい、あ、もういい感じで玉ねぎが柔らかくなってきましたね。甘いこう香りがしてくるんですよ。よいしょ。炒めるのが好きでしたね。炒めるのが楽しいんだよな。あ、ちょっとこぼしちゃった。それは、ちょっと何ですか。どうでしない。さあ、来ました。はい、なんかちょっとついてるから、まだ。ほら、ほら。やばい、はい、取って、取って。ちゃんと見て、マジで。でも、アルミだから、いいから。絶対やだよ、アルミの口に入ったら。うさいや、もう。ああ、いいな。あ、いい香り。めちゃくちゃいい香りじゃん。あ、塩コショウ入ります。大事なところですね、これは。うわ、いい香り、ほんと。うわ、めっちゃうまそう。鶏肉と玉ねぎだけだけどね、すごい。そして、あ、ケチャップ、ここでもいきますか。はい、ケチャップ入ります。うぇーい、はい、混ぜて。はい、うまそう。もうないじゃん、ケチャップ。あ、そこにもあるから大丈夫。うん、はい、いいね。で、ウスターソースもちょっとだけ。お、ウスターソース入ります、うん、ここでちょっとだけね。うん、おー、これちょっと隠し味的な感じですね。そうだね、このウスターソースはね、うん、はい。もうこれだけで一体ぐらいだよ、米にぶっかけて。いくじゃん。いやいや、おいしくないと思う。一体ぐらいっていうだけ、ガチでいかなくてもいいからさ、それ。うん、多分おいしくないと思う。そうかな。うん、ぶっかけるのはおいしくないと思う。だからまずいね。さあ、これはどこで発明したんですか。どこで発明で、うん、よく作ってくれるけど。自己発明。自己発明。うん、自己発明、誰がどこで発明したのかっていう。だから自己発明っていう、自己かもしれないけど、いや、まあでもよくあることなんじゃない。よくあること、よくあるお話じゃない。何の話、自己さんの話してる。ん、ね、自己発、もうだからもう別に 誰かがやってるとか関係なくて、あ、自分で思いついたの。これは美味しいに決まってるだろう。ここら辺が感覚的にやっぱ料理うまい人なんだろうな。そんなことないと思うけど、でも誰か多分みんなやってると思うけど。ほら、これだんだんこうやって水分がなくなってくるんだよね、うん、これで甘みが、この感じがいいんだよね。甘みがね、あ、甘みがどんどん増してくるんだ、うん、熱は。深み、あー、旨味と深みと甘みが、うんうん、お励み、うん、励み、うん、誰が励しやこれやめるわ、はい、取ってるこの辺励んできたの、本当やばいんだよ。もういいよ、取んなくて。あげるのを増してくる。あなたと一緒じゃん。これって一緒じゃん。で、
大変なこと言ったの。うわうわ。これもあの何日か前の冷凍しといたお米も使った方が美味しいから。そういうお米の方が美味しいんだよね。炊きたてよりもこっちの。そっか、ちょっと炊飯器に余っちゃったやつを。残りご飯ね。はい、残りご飯を冷凍庫に入れてました。それで、これをほぐしながら。すごいね。一回レンジでチンしてってことか。解凍して、これご飯をここに入れるという。今日あったかいね、こんちゃんね。どっか行く？私インドア派だから。インドア。アウトドアじゃなくてインドア派なの。そうか。一人でいること意外と大好きだし、ね、大好きだよね。大好き。友達といるのも好きだよ。でも一人でつけてるのも好き。もう家でずっとぼーっとしてるもんね。いつもぼーっとしてるわけじゃないけど、そういうの好きだよ。好き。やっぱそういう時間はね、私昔あの家帰ってきて、うるさい。何ね、回って帰ってきたら気真っ暗にしてリビングでぐずっとこうしてたからね。何してんの、大丈夫って言ったら、何が、おーおー超えるみたいな。よくあったんですよね。いや、好きなのよ。ずーっとあのぼーっとする時間。あれは何の時間なんですか。ずーっと一人ぐーってしてる。何にもテレビもつけずに無心。え、無心。うん、もう自分が生きてるかどうかも分かんないの。それが気も心地いいの。不思議な人ですね、うん、今現在自分がどこで何をしてるのか分かんないぐらいもう無心になってる。もう無、無。ママはちょっとね、普通じゃないところがあるんですよ、うん、なんかね、ちょっと変、ちょっと変人だよな、ある意味。なかなかいないと思うよ、コミちゃんみたいな人って。本当？だからそんな人がさ、うん、多分世界見てもいないと思う。そりゃいるでしょ。いや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 、本当にいないと思う。だそんな人が、あそこの鍋島の、俺のね、うん、実家の超近くに住んでたっていうことが奇跡だと思うもんね。どういうこと？いや、そこでこう 出会えたっていうのが。あ、貴重な存在っていうことね、私ね。貴重ですよ、うん、いないと思うよ、この大切にしてもらわないと。いやいや、それはそうですけど、うん、全然大切にしてくれないから、うん、電気真っ暗にしてリビングずっとこうずっとこうじーってしてれるんだから。すごい人だよ。いや、もう全然それが楽しいのよ、うん、楽しいっていうか、もう無、あの、あっちの世界に行ってんの。みんなが知らない世界の方へ行っちゃってる。ちょっとスピリチュアルな話になってきましたけど。スピリチュアルじゃない。もう小学校の時からそうだったもん、うん、いや、うまそうだな。ちょっと待って、うまそう。これだけで美味しそうでしょ、うん、もっと美味しくなるか。本当、うん、いや、もうこれだけで本当美味しそうだね、うん、これがグラタンになるんでしょ。ドリア。あ、ドリアか、うん、これがドリアになりました、皆様。ちょっとちょっとだけ食べてね、味付けが、うんうん、熱いよ、熱い。うん、美味しい。美味しい。うまっ。これもうちょっとペタッと作れる。うん、スタッフ、スタッフ、スタッフ。これで混ぜるの結構難しいけど、うまいね。慣れてんだ。これで混ぜるの難しくない？うん、だっていつも慣れてるのこれでやってるから。手に大きなさ、フライパンだと、これも大きいんだよ、うん、スーパーで一番これでかいフライパンだから。でかい、でかい。多分映像だとちっちゃく見えるかもしれないけど、でかいからね、これ大きいよね、これね。うん、これ大きいよ。私の手でかいけど、うん、危ないよ。30センチか、30センチ。今ちっちゃくない。知ってる、これでも15センチって。うん。うん。で、手によって違うでしょ。え？手でかいから。私15センチ、こうした。15センチ。うん。うん。あとは？俺はわかんないね。調べてもなんか、でかいから俺手。うわぁ。何見てんの？もう一回ここ押して。うん、うわぁ、深爪。やめろよ、深爪いじるの。おい。
恥ずかしいだろうお前やめろ。やっと見せたね。え？やっと見せた。ぼかしだよぼかし。ぼかしですよ恥ずかしいんだよって。なんでそんな。え？だったらここ入れないよぼかし。ここの方が恥ずかしい。恥ずかしくねえよ。ここが恥ずかしい。え？深爪ここが恥ずかしい。どこどこ？だってさハゲてるからもうこんだけしかないんだもん。どん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 さここの爪のところがむずい。ペロ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 になってさ。昔ボサッてあったのに今もうかき集めてるよね。やめなそういう人のこと身体のこといじるの大変だよ。よくないよそれも。あ傷ついてる。ダンされるよこれ、はい、うん、傷ついてるの。鳥もいるよね。美味しそうだ。さあこんくらいな感じに、ね、なるといいですね。あ、美味しそう。うん、美味しいよ。うん、もうこれだけでも美味しいけど、うん、こっからドリアになります。うん、これよりも全然美味しいんだけど。京子ちゃんが大好きなドリア。玉ねぎがさ、ほらもう透明になっちゃってね、完全に溶けてる感じがいいよね。あ、さあそしてその中にここからおお。この透明皿に入れます。耐熱皿に。うん、うん、いいですね。おいおいしょうまそう。ここからホワイトソース作り。うんいきます。うん三元豚。はい結構なんて油が出て、うん、どんどん大きくなっていく。意外と多いようで、うん、ちっちゃくなる、うん、油が出るからね、うん、ホワイトソースは新玉使おうかね。おいしい。お、新玉。うん、新玉使います。これが何でしたっけ、どこの玉入り。白山。白山じゃない、白石。白石、はい、白山白石の佐賀の有名なね、有名な白石玉ねぎ。新玉ね。え、もう新玉の季節だって。もう終わっ、あれ新玉も終わってない季節的に。あれ可愛いとソース白いしね。うん、白いに白石流だよね。白石じゃ、え、白石だっけ。白石だよね。あれ白石だっけ。白石だよ、ね、白石。まあどっちでもいいよね。これチキンライスに使えないからベチャベチャなってるから、ご飯が。あ、水分がたくさん入ってるから。いい玉ねぎは、うん、もう煮込みとかもサラダとか。サラダだね。もったいないけどちょっとね使ってね。腹を買ってきた。もう食べてみましょう。美味しいよ。これこのままでも十分美味しいですよ。これうまいね。ポン酢、ポン酢とかつけて、ね、めちゃくちゃうまい。うん、うまっ。おいしい。おいしい。ほんとサラダとかしたら一番おいしいんじゃない。うん、すごいさ、うん、おいおい、おいしい玉ねぎ入りました。はい、バカさん、バカさん、私の大雑把な切り方見てこれひどいよね。みんなこれ薄く書いてんだよ。私もめんどくさくってさ、切ってそのまま使ってる。おい、そしたら、お皿入りました。うん、うまそうですな。もうこれだけで美味しそうだね。本当だね。めちゃうまそうだ。塩コショウしてね。塩コショウ。うまそう。新玉だからまたうまそうだな。ね、うん、新玉とベーコンでも塩コショウでこれだけで十分美味しい。うん、ご飯のおかずになる。本当だね、うん、ご飯にぶっかけて食いたいわ、うん、お、それでここに小麦粉が出てきました。おい、ちょっと温度低くしてもらって。はい、また小麦粉。はい、小麦粉が入ります。よいしょ、おーおーよいしょ。どのくらいかな。はい、はい、入りました。うん、そのくらいで大丈夫だ。小麦粉入れて、牛乳が入れる。牛乳。
牛乳ね。はい。ちょっとずつちょっとで混ぜてって。ちょっとずつちょっとずつ入れてって。ゆっくりゆっくり。ちょっと。トロトロトロってなってくるから。ああ、だめね、小麦粉の。ダマにならない。うん。ジャーって入れる人はジャーって入れるんだね。ちょっと様子見ながら私。結局ジャーって入れちゃった。でももうちょっと小麦粉入りそうだね。もう飛ばさないで。うん。もうちょっと小麦粉入れるから。小麦粉。多分もうちょっと小麦粉入れね。毎滴入れようか。もったいないからね。もう一滴も入るな。うん。本当はもうちょっと先に炒めないといけないけど、ちょっと急遽入れちゃう。おお、いいね、いいね。急遽入れちゃう。焼肉でちょっと残っちゃったからね。昨日の焼肉。入れちゃう。はい。あとトロトロ乗ってきたでしょ、ほら。あ、本当だ。うん。とろみが出てきた。いやー、美味しそうだね。ホワイトソース。で、これに。はい。コンソメ。これ、この間のの。これちょっと入れて。これも自分のさじ加減で。もう濃いも薄いもあなた次第。さっぱりしたのが好きな人はもうコンソメね、少なめにすればいいし、こってりがいい人はコンソメたくさん入れればいいし、あなた次第。黒胡椒粗挽き、うん、黒胡椒どう？美味しそう。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。美味しい？ちょっと一回味見してみようか。美味しいかどうか。いただきます。味見ね。うまっ！うん。うまっ！うまいね。あー、これ美味しい。うまいな。これは普通にパスタ入れたくなるね。カスが？でカスが。もうちょっとパスタね。あ、そうそうそう。これにパスタ入れたらクリームソースパスタになる。ね。うん。うまいな。これにあとほうれん草入れようかね。ほうれんちゃん。あ、ほうれん草も入れる。うん。はい、ちょっと緑があった方がいいよね。うん。うまい。これやばい。うまい。すごい。うまいね。うまい。うまい。なんかこの。うまい。うまい。モテる歌手みたいなね。こんなの初めて聞いたな。うまい。これうまそう。あ、それ入れる。ほい。緑が入ってた方が、うん、入れちゃっていい？じゃあ、はい、よいしょ、パーって混ぜて、はい、はい、ほうれん草入りました、あとぶっかけてチーズをかけて、さあ、ホワイトソース完成しました、はい、さあ、これをチキンライスの上に、はい、かけます、かける、これを今できた。チキンライスに、はい、はいはい。ぶっかけます。ぶっかけますよ。ぶっかけ。よいしょ。いいじゃん。美味しそうですな。これはうまそうだ。これもう美味しいってわかるでしょ。わかるよ。勝利大好きだもん。どっちもうまいんだから。どっちも美味しいのが合わさってちゃってんだもんね。これが交際しないんだよね、いい感じにまとまるんだよ、味が、美味しいものと美味しいものが喧嘩しない、あーすごい、喧嘩しないのか、チーズを、おーあーありがたいね、ありがたい、ありがたいです、あ、でも入れた、お願いします、そんな量ないから、ちょっとしか残ってないから、へー、結
これに、うん、何やってる？あ、これチキン、ま、残ったの。まだこれ揚げればチキン、うん、チキンフライができるけど、うん、あ、ほらこういうの使わないとさ、ちょっと残っちゃうじゃん、これ、うん、これも使っちゃう、うん、焦げ目つけるだけね。のために意味がわかんないパン粉でございます。焦げ目をつけるだけの意味がわかんないパン粉でございます。よし、はい、オッケー。これをオーブンで焼き上げます。はい、いってらっしゃい。うん、美味しくなってね。よいしょ。200度でも一気に焼いちゃう。とりあえず200度。さあ、お願いします。もうこれだけで。しゃあ、いやー、美味しそう。なんかめっちゃいいねんするけど。それだけやってる。そう、勝利がね、大好きなやつ作ったの、ママ。すげえ。うん。で、おえ、いいね。その時に。伸びるよ、やめときな。伸びるじゃん。緩くなっちゃう。左だよね。こうやって、こうなってるじゃん。これがもうちょっと、こう。わかる？それ。こういくじゃん。この時に、こう、膝を曲げる。一回、やってみ、エアでやってみ。エアで。そうそう、その時に、グッと下がって、それ、つま先で取って。そう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 。そこのくらいまで、きついでしょ。でもこれ、その、ここも引っ張るっていいな。ここも引っ張るっていいな。伸びちゃうな。これ、こうして、こうして。はい。で、こう、そう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 。それで、乗せて、しゃがそのまましゃがんでます。それで乗せる感じ。乗せて。そう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 。乗せる感じで。よし、もう十分持っていけばいい。いいよ、できるから。え、そこでしゃがんで、ね、これしゃがんの、この時しゃがんの。そう。あ、そう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 。それで打ち込み練習して。ちょんちょんやけど。それで打ち込み練習して。1、2、はい、膝、エアで、1、はい、手で足を入れトントン、はい、こっちに一歩出してはい、分かる、足はこっちか、はい、トン、すぐ、すぐ見て、足見てトントン、ね、足見てね、トントン、トントン、はい、トントン、そうする、クッと、そこでトントン、そうそうそう、トントン、トントン、トントン、頭上げてる、こういう感じ、上げてる、本当正解なの？正解、はい、頭上げてる、真正面落とさないでよ。これ落としたらもう終わりだよね。どうするひっくり返したら。やめてやめて。うわ、美味しそう。もうこのままいっちゃっていい？これもう熱々。うわ、重っ。これ5キロぐらいある。ちょっとまあ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 。めっちゃ、あ、やばいやばいやばい。ちょっとめっちゃ重い。これ5キロ。あっち、あっち。何してんのもう。ちょっと、ここ置けない置けない。置けない。コップコップ。私の心配してよ。また自分じゃなくて。あなたもおっしゃできた。ちょっとちょっととりあえずちょっと熱すぎる。熱いい、この鉄板のままで。いいよ。うわ、うまそう。これやば、これはやばいよ。おお、うまそう。やった、しょうちゃん。しょうちゃんが大好きなチキン
ライスドリアです。イエーイ、嬉しそう。嬉しい。総重量多分6キロぐらいあると思う。勝利が食べて欲しかったんでしょ。山盛り、あ、作って欲しかったんでしょ。ちょっとこれ待って。うわ、すんごい、うわ、もうパリパリだからできますよ。ほら、うわ、カチカチって。しママがついであげるね。だね、ありがとうございます。ちょっと暑いから、熱々だからちょっと怪我しちゃう。勝利君からいっちゃうか。うわ、すごい。翔ちゃんね、柔道頑張ってきたからね、今日土曜日ね。はい、ほっ、いやいや、くわ、うわ、来た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 、うーわー、これでいいですかね。うん、大丈夫、はい、じゃあ花輪さん食べる。じゃあ勝利くん、はい。うわ、うわ、ナイス、上手上手、取れ方上手。うわ、チキンライス。よし、あっち、ちょっとあと残っちゃったこれは残ってるでもなんかない。あ、いた。はい、じゃあ行きましょう。はい、では、いただきます。いただきます。オッケーオッケーって、はい、いいよ、手合わせついていいよ。いいよ、いいよ、いただきます。いただきます。いっちゃってください。ちょっと食べてみて、翔太の大好きな、久々作った。熱い、熱い、熱い、めっちゃ熱い。頑張ったよ。うん、私もいただいていいでしょうか。うわー、このほらチーズがパリパリ、ほら、あっつ、おいしいでしょうちゃんね。うん、あー、これをこうして、うわ、これ作りすぎちゃったかな、して、うわ、じゃあいただきます。おっ、いただきます。うまい、あっつ、うまっ、熱っ、うまいねうまっ、これやばうまい。このほら、ベーコン、ほうれん草も一緒にこうして、チキンも一緒に、うん、いただきます。うっ、おいしい、あっついね、でもうまっ、いやー、うまうまですね、これ、うん、これはやばい、めちゃくちゃうまい、おいしい、これ店、店なら流行るな、流行る、絶対流行るわ、めちゃくちゃおいしい。このチキンライスもほんとおいしい、うん、おいしいね。玉ねぎがね、やっぱり甘い、うん、どっちにも玉ねぎ入ってる、うん、そっか、ほんと、いやすごいな、これはペロっていけちゃうね、勝利ね。食べる、はい、すごいね、ほんとね、はい、みたいな、余り物とかでこう頭の中で思いつくんでしょ、こういうの、やっぱ余り物、このようなご飯があるなとか、世界で一番うまいね世界で一番、マジでうまい。チーズほら、
うまめちゃくちゃうまいな、これやば。いやー美味しいよ、これはすごい、めっちゃうまい。うん、これも食べる。めっちゃうまいよ、これ。美味しいよ、これ。めっちゃうまいな。3枚目。うまっ。うまいね。うまいね。柔道納豆美味しいですか。これはぜひとも皆様やってほしいな。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、よかった。これはもう皆さん絶対、家族のみんな喜ぶですね。子供が喜ぶ。子供喜ぶね。これは美味しいわ。うん、美味しかったね。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。はい、ということでございまして、チキンライスドリアかな、うん、チキンライスドリア今日は、ね、作れまして、これは本当にもう激うまですから、ぜひ皆様お試しあれという感じでございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも